にキャンプ行く人いる？いる？やば。やばい。わあ、ずっとゴロゴロ行ってる。こんな日ある？こんな日キャンプ行く人いる？さっきさ、あまりに怖すぎてなんか傘さすのやめたもん。傘に落ちてきたら確かに確かに、うん、本来であれば中止ですけど、はい、今日は大事な人に会うのでとりあえず行きます、はい、目的地までは。ドーミンクそれめっちゃいいね。晴れてるっていうか、まあ降ってるけどなんか感覚おかしくなってる。全く晴れてない。あ、ちょっと待って、ごらん見て、雲真っ黒だから。さっきさ、過去一の雨じゃなかった？本当におへそなくなるかと思った。ケン、へそないんじゃない？もう見てごらん。あんたでしょ、あんたのへそないあるかどうか。あったあった。何その中見たろ今久々ですね。ここはね、7月とかに来たらラベンダーが満開なんですよね。うん、今はね、ちょっとライトアップもやるしね。そうそう、あれが綺麗なんだよね。日の出キャンプ場。はい。久々の2年ぶり？あれ、去年？なんか一昨年な気するよね。結構来てないイメージ。これは斉藤パイセンは？斉藤パイセンに会いに来ました。うん、あれ、斉藤パイセン。まだうちらが着いたって言ってないからびっくりしちゃうから。斉藤パイセンのここまでのキャンプ旅で一度も雨は降ってなかったそうなんですが、うん、日沼夫婦とキャンプをするこの日だけ運悪く大雨になってしまった。そうなんだ、面白い。しかもさ、斉藤パイセン、明日帰るんだよね多分、うん、飛行機乗って、うん、明日の昼まで雨なんだ、うん、テント乾かないで飛行機乗ることになるんで最悪だ、申し訳ない。マジでかわいそうちょっと怖いよね、さっきみたいな雨来たらさ。そうそうそう、うん、だから本当は隣でサイト取ってるんだけど、うん、コテージに変更できるならしてもらえますかっていう今相談をしに行くんだよね。はいはいはい。うちらまだチェックインしてないんだよね。うん。パイセンいたよ。パイセンいたいたぞどうもお久しぶりですあハグしてるどうもどうもお久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。あのさっきこんな顔になってるやつ、あれめっちゃ面白かった。こう来るのが分かって一発目の突風みたいな、立ててる途中に来たから。かわいそう。え、雷はもう多分あの辺に落ちたんですよ。え、マジですか？細かい枝とかいっぱい降ってきて、ちょっと泣きそうなんだ。マジで危なかった本当に。申し訳ないね。本当に。申し訳ない。え、なんであ、言ってたんだよね。嵐は去った。あれ、お二人は雨女雨男ではない？そう、僕らは大体晴れです。あって。でもちょっとケンなんてさっきこの空見て「え、晴れてるね」とかって感覚麻痺してるいやでもよかった、とりあえずねえ。初めての来客だよ、アルルに。マイホームに初の来客あり。喜んでるアルル。尻尾振って人が来る。パイセンだよ、パイセン。斉藤パイセン来客、ちゃんとしてよ。ちゃんとしてよ。頑張ってよ。後ろに川が流れてて雰囲気めちゃくちゃいい。ね、オートサイトこんないいんだね。知らんかったね。フリーしか来たことなかった。斉藤パイセンと会うので今日はおしゃれめにベスト着てきました。ケイトもちょっと今日おしゃれでしょ。ハルピーに合うから帽子かぶってみたい。なんかいつもいろいろ装飾品がおしゃれだからみたいな。ほら、やっぱ片付けちゃんとしたら次の設営がめちゃくちゃ楽ですね。今日お客さんがいらっしゃるので初めての試み。あ、ここね。多分こののりしろっていうか遊び連結部分、遊びがあって、そこにマジックテープの、そういうことなんだ。私これなんでここ、ね、こんな風になってんだろうと思ってたの。ここをそうこうすんだ多分。で跳ね上げたらボール2本でいけんだ、おそらく。ここないよ。あれないね。ちょっとやっぱりよく分かんなかったんで多分4本なきゃダメなのよ。やっぱり足りない。4本ないと、普通にタープ立てますお客さんいるから。失礼だよ。野ざらしで宴会したら失礼、失礼です。めちゃくちゃ軽いぞ。久々に持ったけど。ルパン忘れてたんでしょうけん我が子の名前。1秒止まってたよ今。ルパン軽すぎる。初親子の共演でございます。そうだ、まさかのこっちが子なのよ。こっちが親中川家現象だこれは。どう見てもこっちの方が子なのにね。じゃないのよ、小さい方が兄。いやーこれいいわ、買ってよかった。これセットで使うの初めてだから楽しみ。色同じだよね。同じじゃないかな。ザラッとしてきたね、こっちの方がなんか表面が。あっちは釣りでしょ。こう横にさせるとかどうなんだろう。そういう変なことしない方がいい。普通に正面でいいんじゃない。そしたらここにボールだよ。そうだ、じゃあ横にするか。横。いやガシしそうなぐらいのがいったんだけど。こんな感じで横に立てまして、なんとペグ2本再利用できたんだよね、アレルの。すごいな。そういうの大好きだよねあの奥のペグがアレルの端っこに今かかってて。そう。で反対側もめっちゃいいじゃん、おしゃれじゃん。斉藤夫婦にいいとこ見せれそう前回さパイセンにね、いいところ。1年前に一緒にビフエでキャンプした時よりだいぶちゃんと道具があるっていうか。確かにあの時台とかもうちら持ってなくてさ、こういうのそう、地面とかに置いてたんだよね。そうだね。その時に比べたらちゃんと雨宿りスペースまで作って、いいとこ見せれるこれ遮光なんで、なんか涼しいんですよ。こんな感じのテント持ってたんですか。これはそうっすね、最近夏前ぐらいに買ったのかな。これやば。これはなんてやつですか。アマゾンの無名のやつで。キャンパーズコレクション。そう、あ、キャンパーズコレクション。何センチのですか。5センチぐらい。5センチ。触ってみて。めちゃくちゃいい。あ、いい。座ったりするのはちょっと僕らも今回初めて使ってんだよね。そう。北海道用に買って座ると底付きしたりするんですけど、寝ちゃえばそんなに。一点にこうやるとついちゃうんですけど、横になればこう分散されて下がわかんない。へえ。すぐ破裂しちゃって。あれ？なんか動画でやってましたよね。ここで空気をこうやって入れれるんですけど、そのここのポンププがあえて破裂しちゃうんですよ。壊れちゃう。パンパンに入んなくて途中で終わっちゃうんですよ。ギリギリまで入れてるって感じ。そう。コンパクト。一応全部遮光だから夏は日が入ってこないから。ね。メッシュにしちゃえば結構風が入って。立てやすいですよねきっと。そうですよね。5分ぐらい。5分。いいですね。あ、これニトリなんだ。そう。触ってみてください。意外と楽です。本当だ。ニトリ先生。ニトリ先生。北海道の自慢。ニトリ先生。確かに。そうだそうだ。北海道の誇り。じゃあいっぱいあるんですかニトリ。あると思います。めちゃくちゃあると思います。逆に IKEA がないんで北海道って。はい。そうなんですか。それ聞いたななんかで。IKEA の憧れすごいよね。だってうちらさ新宿行ってわざわざ IKEA 行ったじゃん。IKEA あるとか言って。あ、新宿じゃないなんだっけ。原宿。原宿かな。うん。興奮したよね。じゃあ私のセコマの興奮と一緒です。同じですかね。コストコはあるんですよね。あれそれ。でも北海道に2個しかないですよ。こんな広い北海道なのに。念願のトリトン行ってきたんですよ。あ、マジですか。そうそうそう。え、どこにあったんですか。旭川。あ、旭川にあるんだ。あるんだね。めっちゃうまかった。めっちゃうまい、めっちゃ並んでたけど。浅草にもトリトンってあるんですよ。はい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 。でそれ行ったことある人、僕ら行ったことないんですけど、行ったことある人がいてあんまりだったみたいなこと言ってたから、なんかもしかしたら違うのかもしれないと。値段も違うんですかね。高そうな感じしますよね。空町ですよね。できた瞬間に金額調べて比較したりして。何のために、あ、行こうとしてたのかな。いやいや、学習なんか。へー怖っ。誰なんですか。だってこのクオリティはこの金額で東京でも食べれるわけがないと思って。あ、そうだね。だって土地代が違いすぎるじゃんと思って調べたりしたよ。寿司に対して熱すぎだね、すごい。海鮮に対して。だからじゃあ多分違うんだよね。違うんだね。めっちゃ感動した。美味しかった。こっちでも行ってみてほしいって言ったんだよね。あ、その方にね。そうそう。東京しか知らないって言ってて。そう。バナナ飲んでた二人。嬉しい。美味しい方。アルコール。そう、アルコール。え、あ、そこのセコマに売ってて。これは知らない。え、それ飲んだことない。ガラナジュースは去年も飲んだよ、太郎ちゃんに言われたんだけど、覚えてなくて。美味しかったですか。美味しいです。なんかオロナミン C っぽい。いいね。いいね。これめっちゃ美味しかったです。私もガラナ大好きなんです。大好き。最近飲んでないけど。北海道だけですよね。そうですね。一時期ガラナで太ったぐらい。そんな飲んだんだ。そんなに飲んだんですか。毎日バイト終わりとかになんか大学生の時とかもバイト終わりのガラナみたいな中毒になって。これ系統の味ってハマりますよね。ハマりますよね。瓶タイプもあるよね。それもうまくない。ガラナのちょっとね高いんだけど。高そう。あとリボンナポリンとかセコマに売ってるんですけど。リボンなんですか。リボンナポリン。ナポリン。リボンナポリ。オレンジのものなんですけど。いや、美味しいっすよ。俺結構ハマってた。セコマで買ってた。もうやっぱセコマ奥が深いよね。ああ、来た。来た。最後のキャンプ。最後だ。ついにこの日が楽しみにしてました。楽しみです。こちらこそようこそ。そして3月ぶりの。そうですね。3月ぶり、九州で会って次は最北端で会うっていう。最北。ようこそ北海道へ。お邪魔します。ああ美味しい。間違いないですね。間違いない。染み渡らせよう。もう始まっちゃったか。始まったら終わっちゃう。めっちゃわかります。この数日前のワクワクがね。ほぼ1年ぴったりぶりの北海道なんで。いやでも1年後にまた来てくれたっていうのが嬉しいかも。逆になんだかんださ、結構ハードルあるじゃんね。次は3年後とかそのぐらいかなって思ってた。結構ね時間経っちゃうもんね。後ろだって元っ腹行きたい言いながら3年ぐらい経ってた。だからさ、なんだかんだ結構ね。可愛い。富士山。お茶のね。お茶の島。すごいね。お茶島。いろんなところで。いろんなとこに行ってる。頑張ってんな島。あっちでも活躍してんのか。活躍してんな。可愛い。ありがとうございます。何につけよう。キャンプ用のカバンにつけようかな。リュックにつけたいね。車とかでもいいしね。可愛すぎる。いいね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。刺身。うん、間違いないわ。美味しいですか。美味しい。どれ食べた？え、ホタテじゃなかった。マグロ。マグロですよね。わあ、これ中トロなのかな。こっちが本。ねっとり系だね。ねっとり系だね。すごいなんかマグロだよって。来てない。いや俺食べてないよ俺マグロ来てないって言われてもマグロじゃないよって言ってちょっと今スイッチが入ってきてまだまだ序盤です。すいません。なんかお二人の動画ってすごくさ神聖な感じがするじゃん、うん、こういう笑いはないんでうちらはそんなのばっかだからなんかすごいそれを出さないように出さないように。どういうことですか。なんかこういうアホな笑いはないもんだって、うん、いやいや基本的に騒いでるもんねうちはね。そう知的な笑いな感じがする。知的？知的なの。絶対ハルピンさんしかそうやって思ってないと思う。うち中身ないから。うちほど中身ないからないよね。二人の動画は毎回学びがありますよ。本当に。ちゃんは確かに話がうまいから。中身ないマウント。うちは中身ない。いやうちの方が中身ない。中身ない。でも本当二人の動画何見ても勉強になるよね。なるなる。いや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 もう。さあタロちゃんさ疲れちゃうとやっぱりパソコンやってそのまま本当はソファで寝たいんだけど、私がそれをすごい許さなくて一緒にベッドで寝たい。一緒に寝たいってずっと。誰が言ったんですか。私が。タロさんは一緒に寝たかったですか。いや僕も一緒に寝た方がいいんだけど一緒に寝たいんだけど僕朝起きるのがすごい苦手なんですよ。でベッドで寝ると熟睡しちゃって寝坊する癖があって昔から一人暮らししてた時もそれで結婚した後も夜更かし仕事遅くなって夜更かししすぎたらソファーで寝るみたいなのを何回かやってたら怒り始めて一緒に寝てくれない。そう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 、うんかわいい。でも俺起きれないからっていう。あだから絶対起こすからって絶対約束するから起こすからって言って、うん、それでもタロちゃんが起きなかった時とかにやっぱり俺ソファーで寝ればよかったってもう次絶対起こすからって言ってもうそれを結構最初の頃本気で喧嘩して、うん、もう一緒に寝てほしくてめっちゃ怒ってたよね、うん、怒ってた。タロさんは今はどうなんですか。今だからソファーと一緒に寝るだったらそう今だから、ね、絶対ベッド行って寝るけどそうでも来たら起きるからお休みチュッてして寝ます、うん、素晴らしい。どっちからそれはハルピンさんからなんですか。かわいい大好き。かわいいどっちからともなくかわいすぎる。お休みお疲れみたいなって言ってもそのままチュッてして寝ますありがとねって言ってめっちゃ嬉しそうだな。私が私幸せな夫婦大好きだから。人の恋愛とか好きだよね。恋愛というかラブラブな人が好きなの。ラブラブ好きかも。でもお二人お休み中しないんですか。お休み中でも毎回お尻触ったりはします。どっちが。私が常に。あとはお尻触りたい。私がもう眠いのにケンはまだあと1時間ぐらい動画編集するってなったら、ケンの前の日に履いたズボンとかをやめろってマジで。何するんですか。ズボンをなんか顔の上に乗って寝るとか。なんかこの人昨日床でストレッチしてたんですよね。頭床についてるじゃないですか。で僕その近く通ったんですよ。で短パン履いててしたらこの人こうやってパンツの間を覗こうとしてくるんですよ。何者ですか。多分なんか少年なんでしょう。小学生でしょ。もう変態なんですよ。なんか県のトイレとかも結構覗きたくなっちゃう。小さいガラスみたいなのがあってすりガラスなんですよね。そこにこう顔を近づけて僕が入ってる時にですよ。大でことか家のすか。そうです。こうやってできて今見てるよみたいな嫌がらせみたいなことか。あれ謎だね。なんでそういうことするの。いやなんか見えるかもって思って見たい。かいや見れないの分かってる。リラックスしてるところにこうなんかちょっかいをかけたい。新しい。ホッキ先輩に聞きたいんですけど、赤いやつあるじゃないですか。はい、こ以外が赤くなってるのはあれはボイルしたら赤くなる。はい、そうなんですよ。あ、そういうことなんですね。火を通すと、はい、今お渡しするのは占い師みたいな感じなんだけど怖いな、なんか今お渡し、赤が悪いっていうことではないんですよ、実は。今お渡しするのも赤なんですけど、ただざっくり言うと木自体が5層になってるとするじゃないですか。表面が赤、中間層が茶色、中が生っていうのを今からお渡しするので、ちょっとそれをぜひご賞味いただきたい。こういうのは正直店では食べれないと思います。これはキャンプの特権。絶妙なね。お願いします。じゃあホッキ先輩、ぜひ。どうしたんですか？ぜひなんですか？どうしたんですか？ホッキ先輩、どうしたんですか？ホッキ先輩。これがベストですね。このちょいピンクがね。焼くとちょいピンクになる。そうなんですよ。これベストっすね。うわー、うまそう。これどうですか？すげえ。匂いやばい。レモンかけちゃっていいです？はい、大丈夫です。ハルピーさん、こっちが下の上なんで気をつけてください。あ、そうですね。ここが下に乗せる方を全部上向きにしてきたんで、こう返すってことですか？あ、そうです、そうです。こういくってことです。お願いします。もう熱いうちにお願いします。こんな大きいのにいいんですか？こうですよね。そうです。はい、合ってます。これで。そうですね。来たよ来たよ。いただきます。大きい。このホッキを求めて1年いろんなホッキを食べてきました。これだ。これだよ。しょっぱくないですか？大丈夫ですか？うまい。ね、全然しょっぱくないです。あ、本当ですか？あ、よかったです。あ、やっぱうまいっすか。あ、よかったね。うわ、ビミビミ。やばいやばいやばい。ビミビミ。やばい。このガムがあったらいいと思います。あ、ガム欲しい。ロールのガム欲しいです。もう常にちぎって。アメリカのパターンのやつだ。常にちぎってほしい。うま。速攻共感してくれた。ほら。簡単に高い布団売れそう。高い壺。売れる。やめなさい。買わされるよ太郎ちゃん。いや、買わされるんじゃなくて、そういう話じゃないんで。めっちゃ爆笑してるけど。雲。撮ってるよ。ハルピーさんがね、ここに溜まってる顔見てね。何これ、カニ？見て、甲羅に見えるから。これ今アップにしますけど、カニだそうです。ちょっとこの白いところが、カニ目。この顔を調べて、カニガっていう名前だったらどうする？カニに見える。旬なんです。あ、飲める飲める。ご飯やばし。過去一かも。一回おじ。やばいことになってる。いやー、ちょっと大雨が降りまして、浸水が怖いんですけども。無傷です。無傷？はい。あるるえないぞ。でも浸水ですか？完全に。もう完全に浸水。もうやっつり浸水。なんかもう上からも垂れてて、とりあえずシュラフ濡れちゃってるけど、タロちゃん大丈夫？いや、下からも来てるし、あとこのタックの全部ほら水がついちゃってて。あ、本当だ。安いやつだからダメなんだな。アルルの中にこれを入れてもいいけど。アルニカに入れさせてもらうこれを。あ、全然いいっすよ。全部拭いてってこと。拭いてから。それでもいいです。私たちのプースカーでやるんだけど。プースカ？プースカ？いつも斉藤さん家と一緒にお泊まりすることになりました。ありがとうございます。これは貴重な経験です。いや、もう修学旅行みたいな感じになってる。ありがとうございます。いや、でもアルニカが本当すごいですね。本当にこれ立てててくれてありがたかったですね。いや、よかったよかった。目の前で太郎さんがズボンを履き替えてる中。お着替えタイム。結構酔っ払ったね。ちょっと楽しすぎた。うん。ちょっと雨の中ね、無事朝迎えれるか怖いですけどね。でも本当にアルニカでよかったね。うん、今日は2世帯で2世帯住宅初めての2世帯助かりました。助かります。近くのセコマに行ってセコマのおにぎり買ってきて朝ごはん最高、ね、出来たて、うん、一瞬雨はさ夜中ザーッと降ったけど普通に爆睡だった。うん、アルニカだったら雨キャン余裕だな、本当に全然大丈夫だったね。干せない問題だけじゃない家帰ってちょっと干すのが結構大変、それだけ。斉藤夫婦さんに食べてもらいたくて胡椒が来ました。斉藤夫婦さんは2日前に胡椒が止まってたんだけど食べてなかったんだよね。アイスね、うん、ザラザラ系の、うん、カスカス系ね。それはちょっといかんっていうことで、うん、また戻ってきた形。私たちが昨日ゲームに負けましたのでごちそうします太郎さん何も持ってないんだよ。あ、太郎さんすごい、すごい太郎さん、こんなことあるんだ。はいはいはい、痛い痛い濃い、濃いんだ。カスカスする。どういうこと？シャカシャカする。そう。カシャカ。そういう意味？歯で噛んだ時に。しない？なんか。あ、分かった分かった。わかります。シャーベットじゃないんだけど、濃い。めっちゃ美味しいですよね。え、ちょっと俺も食べたいんだけど。俺も食べたいな。あなたいっぱい食ってるけど。めっちゃ美味しい。ちょっと俺のターンだよ。そろそろ。おお、うめえ。うん。ちょっとだけジンギスカン食べて帰りたいな。ジンギスカンともやしとライス食べたい。でも旭川のホルモンラーメンも食べたいよね。食べたい。うん、うちらでも4人ともさっきたった2時間前ぐらいに巨大おにぎり食べてるんだけど。あれ結構巨大だった。1個で十分の。I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things were important. この後旭川のラーメンを食べに行くっていうのにジンギスカン今食べようとしてる。なんか本当嗅覚が、嗅覚のせいだ。我慢できなくなる。久々だ。今食べるの初めてですね。そうなんですよ。本気出してるね全部匂いもらったすいません、全部匂いもらっちゃってすいません。いただきます。美味しいよね。違う違う。タラさんどうぞどうぞ。もうみんな適当にじゃあ取っていい。間違いないよ。めっちゃ柔らかい。めちゃくちゃ柔らかい。そう。うまそう。ビール飲んでいいよ。ビールなくてもいけるぐらいうまい。ワンバンさせたいんだよ。わかる。私もさずっとワンバンしてた。うまいね。わ、久々に食べたらうまっ。テントで食べるのとまた違うね。違いますね。あ、いいね。あ、いいですね。それでは最終日。最終日。お疲れ様でした。うまいじゃん。先ほどジンギスカンを食べまして、まだ1時間も経ってませんね。お腹すいたすごいね、食べるね。え、入れます？入れますよ。加藤屋楽しみ。醤油ホルモン。じゃあ俺もそれにしよう。うわ、すげえ。ホルモンラーメン初めて。まい。うん、確かに。うまいよね、ホルモン。うん。美味しいっすね。美味しいよ。うまっ。美味しい。ホルモン美味しいっすよ。美味しかった。めちゃくちゃうまい。関東で。お会いしましょう。お疲れ様です。楽しかったです。なんかでまた会えるっていう気持ちがちょっとあるからまた。そうね。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。今日ハルビーさんとハグしたいって言ってた。あ、じゃあハグしよう。なんか可愛い。可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。はい。泊2日、斉藤さんとのキャンプ旅楽しかったね。久々に会えてよかった。とにかくずっと笑ってた。なんか尽きないね、ほんと話のネタ。多分1週間ぐらい話尽きないと思う。また3週間後に関東キャンプ行ってお会いできるからね。それも楽しみ。改めて YouTube の出会いに感謝です。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。今日出番なかったね。島もふにもみるるもお客さんいたからね。